U-2 飛行中の U-2R-80 から1068号機 U-2 はアメリカ合衆国のロッキード社が開発しアメリカ空軍で運用されている偵察機。飛行式の愛称であるドラゴンレディは列女の意。その塗装から日本では黒いジェット機の異名もある。海 -104 スターファイター戦闘機をベースに開発された高高度偵察機。当初、 U-2 は CIA と台湾空軍でも運用されていたが、1970年代に CIA と台湾空軍では U-2 が退役したため、現在ではアメリカ空軍のみで運用されている。飛行中の U-2CIA の資金により開発された U-2 は、1955年8月4日に1号機が進むぞらして以来、 冷戦時代から現代に至るまでアメリカの国防施策にとって貴重な情報源となった。当初、空軍は高高度偵察機を革命家に競争発注する予定だった。これを察知したロッキード社の開発チームであるスカンクワークス主任のクラレンス・ケリー・ジョンソンが秘密裏に空軍へ回 -104 を改造した偵察機型を提案し、 結果として空軍はこの提案に合致するような要求を革命家に提示した。当然ながらこうした状況ではロッキード社の案が採用となり、これが U-2 となった。当時はベル社などが X-16 などを作成していたが、こうした他社の案はすべて不採用となった。U-2 は細長い直線翼を備え、 高度2万1212メートル以上もの高高度を飛行し、偵察用の特殊なカメラを積み、冷戦時代はソ連など共産権の軍備、配備状況をはじめとする機密情報を撮影した。その波外れた高高度性能は、溶撃戦闘機による撃墜を避けるため、敵機が上昇し得ない高高度を飛行するためのものだが、後に地対空ミサイルの発達により撃墜が可能となった。 また、操縦の難しさから事故による損耗も多かった。機密任務のためパイロットには自殺用の生産狩りの錠剤が配布されていたが、これをキャンディと間違えて誤飲して墜落した事故も発生している。1960年代半ばの時点で、すでに初期型のかなりの数が失われており、機体を大型化して搭載量と、 航続距離を増し空力的な欠点を解消した U-2R にとって変わられた。U-2R は1967年から1年間製造されたが、1979年に生産が再開され、量産最終号機は1989年10月に引き渡されている。戦闘機や地対空ミサイルの能力が向上した、現在撃墜される危険のある地域を、 強行偵察することは困難であるが、電子、光学センサーの進歩は著しいものがあり、直接的国上空を飛行しなくとも、かなりの情報収集が可能になっている。そのため後継機である SR-71 が退役した現在も、偵察装備のアップデートにより、湾岸諸国やボスニアに対しては有力な情報収集手段として用いられている。 アメリカ空軍は1990年代に、コックピット等のアビオニクスの機能を向上させ、エンジンを、K、K118GE-101 に換装した、性能向上型 U-2S への回収を行った。2018年時点での保有数は、U、U-2S が27機、TU-2S が5機で、第9偵察航空団に配備されている。 後継とされていた RQ-4 は、ペイロードが小さく、U-2 ほど多様な偵察装備を搭載できない、ことに加え、開発遅延と運用コストが高騰したことから、当初より配備数を縮小し、U-2 を完全に代替するには至っていない。ロッキード・マーティンは、後継機となる、無人機、TRX を発表する一方、 U-2S の運用寿命を2050年まで延長する計画を提示している。離陸する ER-2U-2 の U は汎用機を表す任務記号で、本来偵察機ならば R が使用されるのだが、これはスパイ機という特性上本来の任務を取得するために、あえて付けられたものである。1979年から生産された TR-1 は、 戦術航空軍団で運用し、戦術偵察を目的としたため、戦術偵察を意味する TR という名称を用いた。U-2R と TR-1 は偵察装備が異なるだけで、基本的には同じ機体である。その後1991年10月には TR-1 の形式を使わないことになり、再び U-2 に統一された。機体そのものは、 高高度の大気観測など、その航空性能を生かして、偵察以外の任務にも幅広く使われており、NASA では、研究機 ER-2 として、保存層の測定などに使用している。U-2 は、高度21,212メートル程度なので、その約2倍ということになる。外観は誘導抵抗を減らすためのグライダーのような、アスペクト比の大きな主翼形状が特徴で、 要項比は20以上であり、軽量化と非常に小さな空気抵抗により、大型機ながら離陸後は急角度で上昇することが可能で、エンジン出力により、低空ではそれなりの機動性を発揮する。ジェット燃料は超高高度でも高い安定性を実現するため、JPTS と呼ばれる U-2 専用規格品が使われる。u には軽量化を徹底した結果、 高着装置が胴体全部と後部の2箇所にしかないタンデム式となった。離陸時には翼の両端に地上から離れる時に外れる補助輪を付け滑走する。着陸時には支援車両が U-2 と並走して翼が地面につかないよう指示を出しつつ十分に低速になった。ところで翼端を地面に擦りつけ着陸。 その後補助輪を装着され滑走路から移動を行う。1万メートル以下であれば旅客機並みの飛行が可能であるが、高高度を飛行中の最大速度と、当該高度における失速速度の差はわずか時速18キロメートルであり、着陸時はタンデム式の降着装置と高い垂直尾翼により風に弱く、主翼の翼面荷重の低さやエンジンのアイドル速度の 高さのため地面効果で浮き上がりやすいなど、前述した離陸方式と相まって最も操縦の難しい軍用機と呼ばれる。徹底した軽量化は同時に U-2 の弱点も生み出している。後日の U-2 撃墜事件では、ソ連軍の放った S-75 地対空ミサイルが付近で爆発した際の爆風で機体が破壊されて墜落した。これは、 地体空ミサイルの威力によるものではなく、機体外壁が薄いために、衝撃波に耐えられなかったためである。また、軽量で大柄な機体のために、空気抵抗が大きくなり、落下速度があまり速くならなかったため高高,高度から墜落したにも、かかわらず、機体は大破というよりは潰されたような形で、発見された。パイロットは、高高度を飛行するため、 常時冷却される機能がついた特殊な余圧スーツを着用する。これは高高度で脱出する際に必要不可欠な装備でもある。このスーツは宇宙服とほぼ同様で、違いは色と生命維持装置がついているかいないか、および宇宙空間での推進装置がないだけであるという。このスーツのヘルメットには数個の穴があり、ヘルメットを脱がずに、 チューブ入りの食料を摂取できる。また、呼吸と排泄のためのチューブが、外付けの機械とつながっている。狭いコックピットに、余圧スーツを着て乗り込むため余裕はなく、航空図をキャノピー上部に貼り付けるなどの工夫が行われている。2009年に、アポロ11号の月面着陸40周年を記念した BBC の番組。 ジェームズ・メイアッとザ・エッジ・オブ・スペースで、イギリス人のジャーナリストジェームズ・メイが、アメリカ空軍の U-2 に同乗し、高度2万1000メートルに到達した際は、コックピット内の軽機類や、チューブを使った食事など、飛行中の機内の様子が放送されている。各種カメラや、レーダーなどの偵察装備は、機種とキューベイと呼ばれるコックピット後方のスペースに、搭載される。コックピットからは、 下が見えにくく、余圧スーツで体を動かせないことや、偵察高度では大きく、機体を傾けられないため、軽機板の中央には目標を撮影するカメラと同じ、視界を映す円形のモニターがあり、シャッターを切るタイミングを決めるほか、航空写真などと照らし合わせることで、航路修正にも利用できた。後に主翼に装備するポットによって、資ンとにも対応した。 一部の機体は背部にシニアスパンと呼ばれる衛星通信用ポッドを装備し得た情報を衛星データリンクでリアルタイムに送信することができるコックピットにアナログケ器が並ぶ当時主流の設計だったが近代改修によりグラスコックピット化され詳細な航路や機体情報の表示が可能となった自衛装置はないが偵察行動を維持すれば攻撃は常に 下から来ることや、そもそも戦闘機やミサイルが到達できなかったため、偵察用の円形モニタで下方を目視警戒指摘機器が現れた時刻や方角を記録すれば十分であった。u には台湾や日本国内の基地から中華人民共和国や北朝鮮等への領空侵犯も含めた偵察飛行を行ったが、数回にわたり撃墜された。 1959年9月24日には日本国内に配備されていた U-2 が藤沢飛行場へ不時着し黒いジェット機事件として問題化した。撃墜された機体の残骸1956年6月からソ連領空を飛んで偵察を行うようになった U-2 はソ連防空軍のミグ -19P などの 迎撃戦闘機による迎撃をたびたび受けていたが、1950年代末にス9迎撃戦闘機が配備されるまでは、ソ連には U-2 に有効な攻撃を与えうる高度に達することのできる戦闘機は存在しなかった。その一方、ソ連では U-2 を撃墜するために、新型の地対空ミサイルも開発していた。1960年5月1日には、 ソ連領空内に CIA 所属の U-2 偵察機が領空侵犯をして偵察飛行をしていたところ S-75 地対空ミサイルによる迎撃を受け U-2 はついに撃墜された。撃墜された U-2 は前年黒いジェット機事件を起こした機と同一であることが後に判明している。パイロットのフランシス・ゲイリー・パワーズは脱出し、 無事であったがソ連に捕虜として捕らえられ公開裁判にかけられた。パワーズはスパイ飛行を認め有罪となるが、その後アメリカで逮捕された KGB のルドルフ・アベル大佐との身柄交換により釈放された。撃墜された U-2 は半径数百キロメートルの範囲に散乱しており、それらの破片は数千人のソビエト軍によって拾い集められ、技術情報が収集された。 フルシチョフは、ベリエフに対し U-2 のコピー機を開発するように命令し、1961年には試作機 S-13 が完成した。しかし重量が重く高高度を飛ぶことができず1962年5月に開発が中止された。キューバで屋外展示されている撃墜機のエンジン冷戦下において U-2 偵察機はソ連や中華人民共和国、 キューバなどの東側諸国への偵察飛行を行った。1962年10月14日にはキューバに偵察飛行を行い、ソ連軍のミサイル発射基地の建設を発見したが、27日にはソ連軍の地対空ミサイルで撃墜され、パイロットは死亡した。黒猫中大気に向け発射された地対空ミサイルを機体から撮影した写真1961年には、 CIA の支援の下で、中華民国空軍内に U-2 を運用する第25中隊、通称黒猫中隊が創設された。黒猫中隊は、1959年からアメリカ国内で訓練を受けていた中華民国空軍のパイロットで編成され、2機の U-2 での中華人民共和国奥地への偵察に従事した。当然、 この任務も中国政府が支配している地域への領空侵犯をしながらの危険な任務であり、中国空軍による迎撃で5機を失い3名のパイロットが戦死、任務中や訓練中の事故で6名のパイロットが殉職した。U-2 の他に RB-57 と RF-84F も供与された。黒猫中隊のもたらした情報は、 中祖国境での軍事的緊張を示しており、中祖対立が深刻化していることを明らかにした。また、中国の核開発の情報をもたらした。1972年に、ニクソン大統領の中国訪問で、米中両国間の国交が樹立され、米中両国間の緊張関係が緩和されると、中国への偵察任務は止められ、1974年に、 黒猫中隊は解散となった。空母、アメリカで試験される U-2U-2 は、アメリカ海軍でも洋上哨戒機としての使用が検討されていたことがあり、空母運用試験用に改造された U2G が1964年に空母、レンジャーからの初着艦実験に成功し、同年フランスがムルロア干渉で行った核実験の情報収集に活用された。 U-2R にも空母運用のために改造された機体が存在し、1969年に空母、アメリカで主権された。しかし、航続距離の長さゆえに空母に搭載する必要性がないことなどから、結局海軍は偵察衛星や他の艦上機を使うことに決めたため、採用されなかった。2010年代後半には、アイセル相当作戦に出動。 無人偵察機とともに、幹部や隠れが、戦闘拠点などの偵察にも活用されている。U-2AKC-135Q から、空中給油を受ける U-2FTU-2、STR-1BU-2 と U2R の比較。ありがとうございます。